SA-321 シュペルフルロンフランス海軍の SA-321 GSA-321 シュペルフルロンはフランスの首都アビアシオン製の大型ヘリコプターである。シュドエスト設計の試作ヘリコプター ASE-3200 フルロンをもとに開発された西ヨーロッパ最大の量産ヘリコプターであり、輸送、紹戒ヘリコプターとして使用されている。 フルロンとはフランス語でクマバチを意味する。旧式化したことからフランスなどではすでに退役しているが、中国では Z-8 の名称でコピー生産され、今なお使用中であり、SA321 をベースに水密構造を省くなど改良を加えた新型機、アビコプター AC313 も登場している。軍、民量用のヘリコプターとして、シコルスキーエアクラフト車と、 フィアット社の協力で設計され、1962年12月7日に初飛行した。機体は3発機で着水が可能なように胴体は水密構造となっている。胴体後部にはランプドアを備え、輸送ヘリコプター型は兵員27名あるいは5 0 0 0ラムの貨物を機内に搭載できる。懲戒ヘリコプター型は機種にレーダーを備え、対戦魚雷4発か、 エグゾセ対艦ミサイル2発を運用できる。シュペルフルロンは民間市場では2機しか販売できず、フランス空軍も洋人輸送機として一時的に使用したのみに終わったため、フランス海軍が主要な使用者となった。また、輸出もされており、イスラエルや南アフリカ、イラクでは実戦に投入されている。中国では1977年に13機のシュペルフルロンを輸入した後、 リバースエンジニアリングによって1980年代末から Z-8 として国産化を開始しており主力大型ヘリコプターとして改良を続け現在も生産が続いている南アフリカ空軍の SA-321 リットル主客のスポンソンが取り外されている中国海軍の Z-8 イスラエル空軍の SA-321 ケイイスラエル空軍博物館の展示機揚陸艦、裏側に着艦するフランス海軍の SA321G。ありがとうございます。